ナンシー・エリザベス・リー・バーマンは、アメリカ合衆国、ニューヨーク・シブルクリンク出身の女子バスケットボール選手、指導者。現在は、NBA のサクラメント・キングスのアシスタントコーチを務めている。ユダヤ人の一家に生まれるが、後に、キリスト教に改修した。高校在学中、モントリオール五輪に出場し、銀メダルを獲得。オールド・ドミニオン大学でも活躍し、 1979年にウェードトロフィーを受賞。1980年のモスクワゴリンを目指すも、ボイコットにより出場は果たせず。その後大学を中退し、女子プロリーグの WBL チームに所属する一方、男子プロリーグであるユートブルのチームとも契約。男子プロリーグでプレーする、初の女子選手となった。また、 エキシビションチームのワシントンジェネラルズでも活躍した。1997年に本場が発足されるとフェニックス・マーキュリーに所属。39歳は当時の本場選手では最年長であった。1998年引退。デトロイト・ショックのゼネラルマネージャー兼ヘッドコーチに就任。3シーズン式を取った。対談後は ESPN で。 バスケットボール解説者を務めた。2008年7月24日、ショックにて7日間限定ながら50歳で現役復帰。1996年にはバスケットボール伝道1999年には女子バスケットボール伝道入りも果たしている。2015年7月30日、サクラメントキングスのアシスタントコーチに採用されると報じられた。 ありがとうございます。